はい、チャオ、カメイカです。今日はね、えー、米国のですね、雇用統計が昨夜発表されまして、それについてね、解説をしていくのと、この後ですね、米国株、どのような形で動いていくのか、僕の予測ですね、話していきたいと思っております。そして、日本株についてもね、後半少しだけ解説をしていきたいと、まあ、先読みをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 まあ今ですね、えー、米国ですね、えーの、の、雇用統計が発表されて、ツイートもですね、YouTube も盛り上がって、その話題で持ち切りですよね。一応皆さんもう知っての通りだと思いますけども、雇用統計はですね、えー、あまり、うん、まあ良くなかったと言ってもいいんですかね。えー、目標としていた、まあ事前予測をされていた数値よりも、 弱かったと。それほど雇用が伸びなかったということになってます。まあ、だからね、その前哨戦であるね、その雇用統計発表されるじゃないですか。えー、その、いわゆるですね、その前々日に発表されるのかな。えー、この番組でも取り上げましたけども、あれは2.2倍だったわけですよね。だから今回ね、えー、本ちゃんの雇用統計の発表はめちゃくちゃいいんじゃないかということで、逆にそれがですね、利上げ懸念を高めて、えー、いたわけなんですけども、蓋を開けてみたらですよ、 えー、むしろ予測よりも届かなかったっていうことでじゃああの前哨戦のですね雇用統計いらなくねっていうわざわざあれメディアで取り上げる意味があるのかっていうですねまあそんな風うに、まあ、今日ツイートをしたんですけどもまあそういった意味ではね、えー、雇用そのものはまあ 良くなかったんですけども、まあ良くなかったとしっても、まあ目標数値には届かなかったって言いますかね、事前予測、まあ勝手に予測するだけですからね、まあそこには届かなかったんですが、一方で賃金ですよね、まあこのあたりはまあ高止まりしたままっていうことで、やはりインフレ懸念が、えー、そのままですね、えー、懸念されて米国株下がったと。そしてこのインフレですよね、えー、賃金が上がったままなので、これを沈めるためにパイオレさんはね、年2回利上げをしてくると。少なくとも7月ですね、0.25の利上げはしてくるんじゃないかなと思ってます。 で、その次ですよね、えー、もう1回利上げをするかどうか、パウエルさんはもう先にですね、なんとか、えー、このですね、えー、株高を、行き過ぎた株高ですね、沈めようと思っていると思いますので、やはりインフレが一番怖いですからね、それがどうにか沈めたいっていうのがですね、パウエルさんの、まあ、気持ちといいますか、最優先課題、プライオリティといいますよね、になっていると思います。その次に雇用であったりとか、失業率とかね、あとは経済の安定化、金融をまあバランスよく保つとか。 まあそういったプライオリティが順番に並んでいると思いますので、まずはこのインフルを沈めると。じゃないと、もうね、えー、ロサンゼルスとかカリフォリリルニアとかね、かなりです、ね、低所得者の人たちがです、ねまあ、住む家に困ったりとか、えーまあ、買うべきですね、まあ、多少沈静化してますけども、食べ物がです、ねまあ、高止まりすぎて、物が買えなかったりとか、うん、いうことで、 まあ、不労者になったりとかね、まあ、そもそもの不労者が、えーまあ、暴動とかね、えーまあその、働いたりとか盗みをですね、と、えー、いうニュースが今取り出されて治安が悪くなってますよね。これをなんとか返しないといけないということで、えー、年2回ですね、利上げを行って、まずは最優先でインフレを止めるんだというのがパエルさんの今の気持ちなんじゃないかなと。 だから2回やっていきますよってことを、あえて前倒し言ってますかね。今このタイミングで発言したと。このタイミングで発言しても別にいいことはないわけですよね。唯一いいことがあるとすると、メリットがあるとするとですよ。やはり、うん、インフレが沈まると。沈まりやすいってことなんじゃないかなと思います。ということでね、えー、米国株式は続落をしたと。うん、やはり このインフレをね、沈めるためには、利上げしかないというですね、まあ、こういった流れに固まったということになります。もちろん、2回やるかどうか、今のところ僕はまだ疑心暗鬼ではありますけども、少なくとも1回はやるでしょうということを考えると、もうね、年内むしろ利下げに転じるんじゃないかということそのものがですね、まだまだ、うん、利下げに転じるタイミングでもないということになってくるんじゃないかなと思います。で、アメリカのね、6月雇用統計が非農業部門で20万 9000人の増加です、ねえー、だから予想を下回ったところですね。まあ、増加はしたんだけども、まあ、ややっこいですね。ああごめんなさいね、えー。増加はしたんだけども、市場の予測がもっと増えるとされていたので、それを下回ったということになってますね。だ20万人も増加したらね、うん、まあいいとは思うんですが、一方で、えー、何度も冒頭から話している通りね、賃上げの伸び率は、えー、非常にいい加速をしていますよということになりますので、 まあこの辺りがね、うん、その、利上げに対して、まあ、ゴーサインが出やすいでますか。うんまあ、そもそもね、FOMC のメンバーですよね。利上げをしたいと、するしかない、するべきだっていう論調で、えー、いるわけですよね。もちろん、うんまあ、最近ね、また、えー、メディアの報道で、えー、意見が割れてるとか、えー、そういったニュースも出ていたことは分かっています。ただ、パウエルさんがね、えー、ほとんどの、そのメンバーは、 一応、利上げっていう方向に対しては反対はしていないということを発言しますよね。パイルリさん自身がね。その後にね、えー、実は割れてるっていう、まあ、メディアの報道があったんですけども、まあ、ここはパイルリさんの発言を信じるべきでしょうと思いますし、結局その方向で、ねえー、FOMC は固まってると思います。これなぜかというと、それがパプライオリティの最優先課題だからですよね。うん、一番、うん、やらないといけないことっていうことでは、うん、議員って言いますかね、メンバー全員が、うん そこは、うん、ちゃんと認識していますよその中で、まあ、より2回やるべきだとかね、1回でいいとか、もうちょっと様子を見ようっていうですね、まあ、それぞれの意見、うん、は個別に分かれてるとは思いますけども、やらないといけない、それが最優先課題だということは分かってるということになりますね。だから、ジェダイ・ウォーカーのウォーカーね、ね、えー、ジェダイ評議会で、えー、一応ですよ、うん、この共和国といいますか、の、ですよ、自由と平和、これは守るべきだと。 この銀河のですね、そしてシスを含めたですね、闇の勢力に対しては最優先課題でですね、うん、鎮圧、うん、して、えー、ね、それに対しては抵抗すべきだと、うん、いうことを全員分かってるってことですよ、うん。だから少しでも闇の気配を感じる、まあそういったね、えー、ものに対しては、どんなに才能があっても、そのジェダイとしてのね、えー、まあその道を作らないと。これは プライオリティがですね、能力とかがスキルではなくて、あくまでもその闇の勢力に対して共和国ですよね、自由、連合を守るとですね、いう銀河の、に対するですね、そのジェダイの責任感があるからですよね。すごくわかりやすい。多分皆さん、あ、なるほどと。FOMC の使命、わかっちゃいました。 今ね、そんな声が次々と聞こえてきそうなんですけども、で、まあね、えー、利上げに対しては92.4%ってことで、まあ市場予測ですけどね、もう9割方、7月はですね、えー、行うんじゃないかということで、うん、まあコンセンサスが取れ始めてると、まあ折り込み始めてるってことですね。 あもう一回やるかどうかっていうのはちょっとわからないですけども、少なくとも一回0.25やってくるでしょうと。だから逆を言えばですね、ここに対するサプライズはなくなりつつありますね。というところでチャートを見ていこうと思うんですが、昨夜はですね、下がりまして、このね、利上げとインフレ懸念ですよね。まあでも材料がね、出てから、うん、その下がった理由をそこに、うん、当てつけてる感じもします。実際にはわかっていたことですからね。 今のインフレが静まれていないってことはね。だからパイルさんは警戒して早々にですね、2回の利上げを発言したわけですからね。ただこれによって、えー、187ドル安ってことで、まずはニューヨークダウですね、えー、今日、昨日ですね、下がりました。なのでパウルさんはおそらくボックス相場にですね、このインフレをその底上げする要素としてね、やっぱ株高とか、 そう、投資家の熱狂というものもありますからね。そして資産が増えていくことによって、再び物をね、えー、買ったりとか不動産を買ったりすると、インフレを沈めることがしにくいですよね。やっぱり明らかに。ということで、えー、ボックスそばに持っていきたいと。うん。来年選挙もありますからね。暴落は避けたいと。っていうことを考えると、まあ、下に一番安い直近だと3万ドルですか。 ぐらいまではあ、ボックスのね、えー、最安値、ね、としてはあるんじゃないかなと思いますが、一応ですね、3万2000ドルあたりもですね、まあそこで、ね、として考えられますので、そのボックスの中で考えた場合ですよ。まあ一段目のラインが3万2000ドル、そして最安がですね、ボックスのですね、3万から2万9000、このあたりをですね、えー、考えておくと、その中でレンジとして動くてことですね、えーえー いいんじゃないかなと思っています。まあ、こういった形で、ね、ここまで下がってこうするかという今状況ですね。で、サンー500がちょっとね、前回高値を抜けたんですが、ここからですね、再びボックスに戻っていくということを考えると、まあそうですね、まあ4000ポイントぐらいまであるかもしれないですね。から3800ポイントですね。こらいまでこう下がって、またレンジを繰り返すみたいなことがあるかもしれないですね。 あと、ナスダックですね。こちらも前回高値を上抜けましたが、まあ、再びね、えー、1000、1万1000ポイントとか、まあ、これま当あたりまで下がって、ボックスを繰り返すみたいな形で、まあ、年内ね、えー、続けるんじゃないかなと、レンジをですね、とは思ってはいますが、まあ、レンジはレンジでですね、非常に稼ぎやすいですので、まあ、このね、えー、下に新鮮まで下がったところで、まあ、時間と資金を分割してですね、買っていけば、 あまりリスクをね、えー、その、過度に、えー、しわずにですね、えー、利益をくるくると回転させながら資金をですね、稼いでいけるんじゃないかなとは思っています、まあ。僕は一番得意とするやり方ですからね、えー、得意技と言ってもいいんじゃないかなと思います。これをスイングないし、うねりと言いますよね。うん、僕はこのやり方が一番、うん、まあ自分の性に合っていますよね。まあ、最近だた、また、ねあのー、出版社さんからですね、えー、僕はうねり チャート、で買いいというですね、僕が一番初めに出した株,株式投資の本でこれが6万部ぐらいになったんですよね。所属作で6万部ですからね、結構それでダイヤモンドさんからね、非常に喜ばれたんですけども、新うねりチャート、つまりですね、今のこのフェーズ、うん、この相場感、そして僕の26年間、あの時,時はですね、もう結構8年、10年ぐらい前なので、えー、僕のね、今のこの今の の方が、まあ、経験とかか高ままってますから新うねりチャート出しませんかっていうねオファーがあってどうしようかなということでちょっと考えてるということになります。やっぱりやり方とか変わってきますからねちょうど今からねえ十数年前っていうのは、えー、アベノミックスが始まった時の経験を本にしたのでね当然その時 書けないですからね、そんな、あの、ね、その、出版社からもね、今ちょうどアベノミクスはこれから起こるのでね、そのスキルが高まりそうなので書かせてくださいって言ってもね、は結果出してから言ってくださいよってなりますからね、アベノミクスをちょうど終えて、えー、2億ぐらいにね、資産がなって、2、3億にね、で、えー、書かせてくださいって言ったら書かせてもらったのがあの本なんですよね。で、あれからまたね、10年、15年ぐらい経ったのか、またね、えー、そのやり方とか、 えー、銘柄の見つけ方とか、えー、僕の経験から見えてきたですね、えー、その勝ちパターンも変わってきてますからね、うねりとかのね、えー、チャートの選び方もですねあの時はもう割安株をですねとにかく見つけてそこで,で、えー、一番そこのやるやつをね買って、えー、それをね逆張りで、ねえー、行くっていうのが、まあ、一番勝ちやすかったんですよねあれはでもしょうがないんですよねその時は、えー、ちょうどリーマンショックを終えてで 東北震災も、ねえー、の煽りを受けて本当にそ,そこにある銘柄が多かったんですよねだから逆張りで、えー、割安株の銘柄を買って放置しておけばまあ、誰でも儲かったと今は違いますよねどちらかというと勝てるセクターをー見つけてその循環に乗りながら順張りで玉を乗せていくというちょっとちょっとだけ高度になってるんですよねこれでないと勝てないと利益を をくるくると資金回転率を伸ばしながら勝てていけないので、このあたりを本にまとめてほしいってことなので、結構その難度が高いので、まあ時間もかかりそうですどう、かかりそうだし、今ね、株式上場っていう形で自分の会社そのものを IP o をね、差しようとして結構身を削っているのはどうしようかなとは思ってますが、まあ出ることになったら、また皆さんにね、このチャンネルを通じてアナウンスしていきたいなと思っております。ということでね、まあボックスに行ってくれた方が、スイングないしうねるですね。ちなみにスイングは約1ヶ月から3ヶ月の うんこのね、レンジを取ること。腕利っていうのは、僕の中ではですよ、6ヶ月から12ヶ月のこのレンジを取ることを言います。うん、これについてはね、また、えー、別の動画でしっかりと解説をしていきたいと思ってるんですけども、おあとはね、えー、ちょっと嫌なニュースもーいくつか出てますので、警戒すべきですね。えー、この辺りを話して後半最後にですね、日本株の話をしていきたいと思ってます。でまずはですね、これは何のチャートかっていうとですね、えー、アメリカのですね、えー、家庭の いわゆる余裕資金ですよね、えー。がどのぐらいあるかないかってことを示したチャートになっています。まあ、ちょうどコロナの時はね、えー、一気にバイデン政権がお金をば,ばらまきまくってですね、えー、家庭のお金はですね、むしろダボついていて余裕があったわけですよね。それがですね、うん、今ここに来てですね、バイデンが次のお金のばらまきを何とかしようと思って、 それをね、学生の方にちょっとベクトルを変えてね、うん、同じことをやろうとしてもね、反対にありますから、共和党の。で、えー、やろうとしたんですが、交際からですね、待ったがかかって、で、できないですよね。だから、どん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 今、家庭のですね、まあ、債務が悪くなっていると。まあ、プライマリーバランスと言いますか、うん、どん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 、こう、負債の方が増えてきてるんですよね。だから、この後ですね、もしかしたら、えー、クレジットデフォルトといって、えー、カードローンをですね、破綻であったりとか、まあ、冒頭で話したような、 まあ、いわゆる低所得者のですね、えー、まあ、その、まあ、盗難とか、えー、まあ、暴動とかっていうことが相次いで治安が悪くなってくる可能性もありますし、やはりこれだけ、うん、その家庭のですね、債務バランスが悪くなると、大きくですね、まあ、リセッション入りしたりとか、ああ、物を置かなくなりますからね、えー、不動産も含めて、小売も含めてね。あとはですね、えー、やはりいい、景気交代に合わせて株価も、まあ、揺れ動きやすいので、 警戒が必要かなとは思っていますそれからですね、アメリカのですね、2年債利回りがですね、まあ、5%を突破したということで、まあ、2007年以来のですね高水準ということなので、これは逆イールドカーブのことですね、10年債は4%をということなんですけども、まあ、それを超えて、えー 短期利回りの方がですね、えー、上昇しているということになりますので、えー、この逆イールドがね、えー、2007年ってことですから、リーマンショックのちょうど前夜ぐらいまで、えー、起こっていると、このいわゆる歪みですよね。やはりこれは、うん、もしかしたら、この状況を考えるとですね、やはりリセッションとともに大きな、まあ、米国株のクラッシュがあるかもしれないのでね、えー、十分気をつけたいと。 まあ少なくともね、えー、前回、例えば IT バブルのね、崩壊の後って、12年から14年ぐらいね、前回高の、高値を超えなかったのでね、何度も何度もこうやった形で持ち上がっては押されて、ようやく前回高値を超えたのは12年とか14年後だったと記憶をしています。そう考えると、今は、ね、もちろん超えた形で、上がってはいますけども、やはり押されて、上がってはまた押されてという形で、まあ、前回のナスダックとかね、うん、ニューヨークダウン、 お、高値を更新して、新高値更新なのは、もしかして10年ぐらいかかる可能性はありますからね。だからといって、悲観する必要はないですよね。これはこれで、比較的稼ぎやすいっていう目線のずらし方っていうのは非常に大事で、だから話しますよね。スイング、ウネルの方が実は安全に稼げるんじゃないかと僕は思ってますし、えー、そういったやり方を得意にしてると。 このね、抜けてしまったものを上値を追っていった方が、実はリスクが高いかもしれないと。いつはしごを外されてるかわかんないですからね。日本株もそうですけど、ね、まあそういった状況ですけども。うん、蓋をね、えー、置かれた状態で、この定期的なね、規則的な動きをね、狙った方が稼ぎやすいと思えると、結構中級者以上になったりもするものなんですけども、まあこれもね、えー、新うねりチャート出せたら、また詳しく、解説をしていきたいなと思っています。 まあ前長はね、正直、これよくこのチャンネルで話しますけども、やっぱり十数年前のね、特に十五、6六年前の、あの、アベノミクスの前夜から始まる大きな うねりの相場の勝ち方を書いたので、今通用しないんですよね。もちろん興味本位で読むのはいいですけども、正直ダイヤモンドさんには申し訳ないんですけども、あれを読んでも、その時の僕の気持ちとか考え方とかね、えーまあ、まだ当時、えー、相場歴十数年だった僕のアマチャンな、えー、部分はね、えー、逆に勉強になるかもしれないですけども、今に通用するかっていうと通用しないですね。こういった考え方がないのでね。うん、だからこの辺りをね、まあ、交えて書けたら、本当に書くとなったらね、 いいなぁとは思ってますが、今まだ決定はしてないです。ちょっと上場僕のプライオリティがね、人生プライオリティが変わってきたので、えー、昔はね、えー、本を出すということがかなり僕の中では上位だったんですけども、それが YouTuber になって、今 YouTuber よりもどちらかというと会社の上場ですよね、うん。こちらの方に、えー、僕の人生の優先順位はちょっと向かっているという方向になってますね。うん、あとはまあ気になるところとしては、えー、1 4 0 2円台ということで、まあ、円高の方に触れてきてますよね。うん、まあ、これはやはり、まあ、日本株のですね、えー、上昇の頭を抑える可能性もありますので、ただま、健全な形でね、えーまああ、円高になってきてるとも言えますので、あと、海外投資家はね、えー、先々週買ってきてますからね、えー、日本株をね、まだまだ、うん、日本、米国税も含めて、欧州とかね、えー、強い日本買いが乱れますから、 142円ぐらいだったらね、むしろ、うん、あ安心して買えると思う可能性がありますからね。逆に150円ぐらいまでいっちゃうと、ね、あれですよね、政治家が動いて、えー、そして日銀がですね、えー、為替介入であったりとか、もしかしたらね、えー、この利上げをしてくる可能性がありますよね。そうなってくると142円どころかね、130円ぐらいまで一気に円高に触れる可能性があります。そうすると、積極的にね、日本株を買っていたですね、逆に海外投資家がはしごを外されてしまうと。 ということになるので、逆に警戒して日本積極的に買いにくいですよね。むしろ自然にですね、健全にこの122円ぐらいに円高になって、またちょっと円安に触れてるという形で、これもレンジですよね。レンジの値で固定されている方がおそらく安心できるんじゃないかなと思いますから、これが海外投資家の動きを止めるってことはなんかあまりないんじゃないかなと僕自身は思っていますが、皆さんどうでしょうと。 ということで、最後にですね、えー、米国と日本の先物を見ていきたいんですけども、まあ、ニューヨークダウはね、えー、先物は164円安、円じゃないですね、164ドル安ということで、えー、今なっています。そして昨夜はね大きくずれたので、まあ、弱い、まあ、下に向かうですね、えー、まぁ、あ、トレンドがしばらく続きそうだなという感じはします。一方でですよ、一方で日本のですね、日経平均の先物は、 10円安ということで、一気にですね、僕が昨夜ね、えー、見たときは120円安くらいになっていたので、先物がですね、ちょっと、お、俺、そこがたいなぁと、日本株ですね、えー、そんな流れになってきてますよね。だからもしかしたら月曜日ですね、また明日、日本株のですね、今後の戦略っていう動画は改めてお届けしようと思ってますけども、どこのセクターを今後狙っているかっていうところですね、えー。ただ今のところですね、日本株はちょっと10円安ということで戻してきてるじゃんということでね、 えー、どうなんでしょうかね、25日、同盟均星の今ね、えー、このオデッサのちょうど作戦が発動されてね、なんとか、うん、この陸戦型ジムですね、に対して、えー、我々ジオン、やっぱりジオンが好きなんですよね、<laughs> 連邦よりも。まあ、連邦だってね、ガンダム1機、あの白いね、モビリス,スーツ1機でね、えー、戦況を覆すようなものですからね。 まあ、あれをね、ガンダムさえいなければ、ジオン勝っていた可能性も、まあ、どうなんですかね、物量というところもありますけども、感じるところもありますが、一方でね、ええー、まあ、ここを抜けてきたところで、まあ、一応昨日のね、動画を見てもらっている人の話に合わせると、次はこの75日移動平均戦ですね、25日移動平均戦のオデッサを抜かれたということで、ソロモンを最終防衛ラインとした我々の戦いが始まろうとしていると。一応、200日移動平均戦は、 最終防衛ラインと。もう、ここ抜かれたもう、あの、コロニー3、サイド3しかないので、アッバーを食うと。ここのソロモンは、絶対に抜かれるわけにはいかないということで、この、あくまで、あの、空想のシナリオ上ですよ。<laughs> ここで全力投入とかやめてくださいね、資金の。そう、全然責任持てないのでね。一応エンタメストーリーとして聞いてもらいたいんですが、我々のね、チャンネルは、ついに出ますよ。ここで、モビルスーツ隊。 発信させますので、まあね、これについてはまた明日以降、詳しく話そうと思いますが、一応、第二防衛ラインを3万900円というところにこのチャンネルでは据えていますので、ここの防衛をね、しっかりと見ていきましょうということで、今日は以上になります。高速で。